皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの加速と申します。NHK クローズアップ現代、AI 兵器が戦場に、第3の軍事革命、その先に何がということで、正直ですね、私、興味あんまりなかったんですね。あ、AI ね、AI 兵器とか出るよね。まあ、そりゃそうだよね。まあ、でも日本はあんまり関係ないよね。ロシア、ウクライナとかイスラエル、パレスチナの話だけだよね、と思ったら、全然そんなことないです。これ、かなりやばいですっていうか、もはや人類絶滅なんじゃないかということで、これぜひね、皆さん見てください。やばすぎます、これ。私は基本的に AI は素晴らしい。AI はどんどん導入して、ね、人の仕事を減らして、デストピアになるんじゃなくて、ユートピアになるっていう私は論者で、AI 大絶賛派なんですけど、これはやばいです。これは本当にやばいということですね。で、まあ、AI 兵器、この他人事だったんですけれども、想像以上にやばいです。人類絶滅するかもしれません。っていうと嘘くさいですけれども、ちょっとね、番組の内容を簡単に解説をしていきたいと思います。で、ここまでの話、この今から話す話は、まあ、皆さんが想像する話で、まあ、このぐらいだよなって思ってると思うんですけれども、今、ロシア・ウクライナ戦争に関して、ね、ドローンが注目されてますよね。無人機攻撃、人が乗らなくてもいい無人機で行って、やるんだというドローン攻撃が主流になってますけれども、実はこれが行き詰まっていると、妨害電波によってですね、結局墜落させられてしまう。それからまあ遠隔操作しなくちゃいけないという、まあ、結構大変なことがあると。ところがですね、AI 戦闘機というのが出てきて、要は、電波妨害を察知して回避するという、だ人間が操作しなくても、もう AI が自動的に、あ、ここに敵いるな、あ、これ障害物だな、みたいな。ドローンは自分で、あ、人間が、あ、障害物だ、避けなきゃとかやらなくちゃいけないわけじゃないですか。これ AI 戦闘機も自分でできるということなんですね。で、しかもこれすごいのが、これはアメリカだったかな。もう戦闘機のパイロットも AI でいけるということで、ベテランパイロットをしのく技術を3ヶ月で習得っていうことで、もうパイロットいらないじゃんと。というか AI の方がすっげえ操縦できる。で、ドローンみたいに操作しなくていいと。で、ドローンだと結局操作する人の人間の技術力にも関わってくるので、もう AI 戦闘機できたらまあ無敵だよね、みたいな話なんですけれども、まあ、ここまでが私が想像していた範囲です。まあそういうことにはなるよねと。まあパイロットいらなくなっちゃうんだ。まあでも日本関係ないよね。まあでも逆になんか軍人がいなくて済むじゃんみたいなことなんですけど、ここだけではないんです。今ですね、その AI を使って、イスラエル軍が3万7000人のハマスを AI でターゲットを自動抽出してるんですっていうことで、AI のシステムを使って会話とかを傍受して、あ、こういう会話してるやつはハマスだ。じゃあこれをターゲットにしようっつって、この人物をターゲットして、行動を追尾して、で、あ、こいつ怪しい、こいつ怪しくないみたいなのを AI が全部やると。で、まあ最終的には人間が、じゃあそのこいつはハマスの悪いやつだから殺せみたいな指示を出すんですけれども、実は別に人間が判断しなくても、これを AI が全部やっちゃうことも可能だという、もう、そこまで来てるんですね、ということです。なので、これ、人間が感知せず AI で誰が悪いやつなのかをターゲットを抽出できますと。そして AI が、あ、こいつ悪いやつだ。はい、攻撃、はい、殺す、みたいなことができてしまうということで、これやばくないですかっていうことですよね。人としての判断がなく暗黒の殺戮事態ということで、これ、別に戦場だけに限った話じゃなくなりますよね。まあ、例えば中国とかロシアみたいな国で、プーチンに逆らうような投稿をしている、プーチンに逆らうような言動をしているみたいなのも AI が抽出して、あ、こいつプーチンに、なんか反対した、はい、殺すみたいなことを全部 AI ができちゃうっていう。まあ、例えば中国で習近平に反対すると、政権に反対する。はい、はい、もう、はい、こいつ、はい、悪いやつ、はい、殺す、みたいなことが全部 AI でできちゃう。しかも、AI が勝手にやるから別に誰が悪いってこともないわけですよ。でも、これ、エスカレートしていったらですよ。例えば、じゃあ、ね、習近平がムカつくから習近平に反対するやつを全部殺せ、みたいなことでも、逆に敵国が、
習近平に賛成しているやつを全部殺せみたいなことをやってったら、もうどん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 エスカレートして、もう人間全滅しちゃうんじゃないと。しかも AI が自律的にやっていて、AI が自律的に学習するので、AI がこいつもできた、こいつもできた、こいつもできたみたいにやってて、で、敵国同士でね、全く違う人をターゲティングするんだから、これ、もう行き着く先は全滅じゃないみたいな話ですよね。ということで、これ本当にやばいんじゃないですかということです。で、もちろん国際社会も懸念はしておりますけれども、規制の議論はうまくいかずということで、まあ当然ですよね。これ絶対規制無理です。だって、みんなでやめましょうって言っても、じゃあみんなでやめましょうって言って、誰かが持ってる国が勝っちゃうじゃないですか。だから、みんなが、だから核兵器も一緒ですよね。核兵器が全部世界からなくせないのは、いや、なくしましょうって言っても強制力がないから、誰かが持ってたら、そいつが勝ちになっちゃうから、いや、持ってた方がいいよねっていうのと同じで、まあ、この AI 自律型、兵器も、いや、みんな規制しましょうって、守ったやつが損しちゃうっていうことになるので、それは規制いかないですよね、ということです。ということで、この AI がターゲットを抽出して殺害実行までできる自律型 AI 兵器というのがもう出てきていると。いうことになると、もはや人間いらなくないっていう、もう人間いらないじゃん、もう、この地球はもう AI だけでいいじゃん、ロボットだけでいいじゃん、人間、もうどうせ環境破壊とか人殺しとかするんだから、もう人間なんかも全滅してもよくないみたいな話ですよね。で、AI が全部やってくれるんだから、人間が関与する必要は何もないという、これ、ちょっと恐ろしい時代で、しかももうそういう技術がもうできて実際に運用するところまで来ているというところになっているということです。ということで、ぜひ皆さん一言ではないということで、クローズアップ現代 AI 兵器が戦場に第三の軍事革命、その先に何がということで、ぜひですね、この、特集見ていただきたいなと思います。